安西信之は、日本の漫画家。千葉県立山市出身。既婚者。血液型は、大型。1990年、ケンニストレンガーで、第26回小学館、新人コミック大賞家作を受賞。その後、D. ファッカーでデビュー。短期連載や読み切りを経て、週刊少年サンデーにて、R. プリンセスを連載し、本格的な連載デビューを果たす。 この作品は全3巻と短命に終わるが、続く劣化の炎で人気を獲得し、全33巻観光及び1997年にフジテレビ系でアニメ化もされる長期連載のヒット作となり、安全の知名度を上げることに成功した。その後しばらくして MR を連載。MR もまた2005年にテレビ東京系でアニメ化され、カードやゲームなど、 メディアミックス展開も行われるヒット作となるが、安西の意向で全15巻で終わることとなる。作画は安西の元アシスタントを務めていた星野幸一郎が担当している。MR 連載終了後、安西は無期限救出を宣言する。このことについて、MR 最終巻となる第15巻と同時発売したクレイジーメイニアックスにて、 安西信ブはこれより無期限救出します。体がボロボロなんです。いつかひょっこり漫画を描くかもしれないしずっと描かないかもしれない。もしかしたら違う形で皆様の前に現れるかもしれません。だから恥を忍んでこの本を出すことにしました。デビューから13年。さよならですと記述している。その後、自身のブログにて、 様々な葛藤があったことを記していたが、2007年には、1日でも、早く復活できるよう最善を尽くします。と発言している。その後、週刊少年サンデー2008年21.22、合併号より、ミキシム12の連載がスタート。当初は、ペンネームを、安西信行ではなく、アシスタント、野坂昌治との連名ペンネーム、安西信行野坂昌治。 安西信行、野坂久しとしていたが、ネット上で、間違いの情報が記載されるなど誤解を招くことが多かったため、元の安西信行とした。ミクシム11連載終了後、約2年半の間は、漫画家を休業しながら、体のメンテナンスに専念。その後、2013年より、漫画クラブオリジナルにて、自身の漫画家休業生活を描く。 安西信之の鋼鉄日記、おもこたを連載した。2018年には、ミクシム11以来7年ぶりに、サンデー系列の雑誌、週刊少年サンデーエースにて、例の世界で有栖川の連載を始める。藤田和弘の弟子。マホロマティック原作者である中山文次郎とは、同門で窮地の中。藤田の下から独立する際、かけられたからの言葉は、怠慢こいたら、 ぶっ飛ばす。というものだった。アールプリンセス内にて、上地の名前を忍者下着泥棒の本名に使ったが、その後に中山がマホロマティック内で同様の話を書き、そこに出てくる忍者下着泥棒の本名に安静の名を使われ、仕返しされてしまったというエピソードがある。高校時代、河合勝都氏の帯をギュッとね、 一巻の読者イラストコーナーで優秀作に選ばれたことがある。趣味はプロレス観戦や対戦格闘ゲーム、シルバーアクセサリー収集。仕事中に流す BGM は大半がヘビメタルとハードコアが中心であり、日本国内のバンドではザマッドカプセルマーケッツや筋肉少女体のファン特に大月健児に関しては作家としての影響も公言している。 また、アール・プリンセスでは、電気グルーブのピエールだけをモチーフにしたキャラクターや、彼の草野球チーム、ピエール学園の名を、作中の舞台となる、学校名として拝借していた。声優の風間イ・サムトと親交があり、劣化の炎の連載終盤頃には彼から譲り受けた、ハムスターを飼育していた。その後は、お餅、コタロウという2匹の猫を、自身の家で飼っている。こたでは、 彼らを擬人化して主人公としている。自身による性格分析はひねくれ者。それゆえに劣化の炎の連載中に読者からは嫌われていた森密蘭と長い木蓮を作品の中で好きなキャラクターに挙げている。なお、一番好きなキャラクターで、なおかつ自分の作品の中で最強の存在はくれない、霊であるとのこと。ありがとうございます。